桜の季節の竜岡公園竜岡公園は宮城県仙台市宮城野区の丘陵地にある都市公園である。筒子岡は古くから歌枕として読まれていた地名であり、また江戸時代に仙台藩主、田達奈村がこの地に桜を植樹して民衆に開放したことから当時から現在に至るまで花見の名所でもある。現在の仙台市内には古来に 歌枕として読まれた地名が三つあった。宮城野と玉田横野と、そして筒地岡である。平安時代末の1189年、源頼朝と欧州藤原市の藤原康平が戦った欧州合戦において、康平は国武元無知立に本人を置いて、頼朝の軍勢に備えた。この国武元は宮城野原であると考えられており、 無知だては、現在の龍岡公園のあたりと推測されている。関ヶ原の戦いの後、伊達政宗は1601年仙台城を築き、岩出山城から移った。この際、石巻の日和山とともに、龍岡も、追記の候補地だったと言われる。ただし、これは後世に記された文献に見られる話であり、具体的根拠が伴っているわけではなく、信憑性は、 低いと考えられている。江戸時代になると、筒子丘に代わって、竜、丘や筒子が丘の表記が一般的になる。1650年、仙台七先の一つ、玉手先の天神社境内に、仙台東将宮が造営され、天神社はその境内社とされたが、仙台藩第三代藩主、伊達名宗によって1667年7月25日、 龍岡に遷宮され龍岡天満宮となった。また、1695年仙台藩代四代藩主、伊達津名村が龍岡天満宮の北東の、現在は宮城県公文書館が建っている場所に亡くなった聖母、三沢ウィを供養するための釈迦堂を建立した。この時、釈迦堂の南側隣接地に、馬場、的場が設置され、合わせてしだれ桜、松、 楓など千洞に余りが植栽されて、桜の馬場と称さるようになった。当時の文献、千府年中往来には、竜岡で花見を楽しむ庶民の様子が描き出されている。竜岡は、市民遊覧の地あるいは、市民遊興の場と称され、芝居や相撲の工業が許され、門前に茶屋町が置かれるなど、仙台における公園の行使となった。 釈迦堂の周囲に庶民が集まる場所が設けられた背景として庶民の参経が母の供養につながるという津波村の考えがあったことが、伊達津波村釈迦堂を金流本願を描きに見て取れる。文化年間の大化により桜が消失した。桜の馬場は1902年に宮城県が管理する龍岡公園として開園した。すると、 1875年開園の桜が、丘公園が仙台市中心部の西にあることから、西公園、筒子が丘公園が中心部の東にあることから、東公園とも呼ばれたが、西公園と筒子が丘公園がおのの定着した。明治時代の竜丘公園でも引き続き花見が楽しまれていた。1924年12月9日、 すつじが丘が内務省国時代777号にて名称に指定された。宮城県内では前年3月7日に指定された松島についでに例目である。これを記念として1928年に桜100本が植えられた。1928年の4月15日から6月3日の間に行われた東北産業博覧会では、龍丘公園は 第3会場して用いられることになり、日光館や文化住宅がここで展示された。戦中の1942年流岡公園の管理が宮城県から仙台市に移された。これと前後して、1925年に後の仙石線となる宮城電気鉄道が改良して、筒子が丘駅が置かれ、また戦後の1946年には仙台市電の原町線が、 つつじが丘停留場まで延伸した。1968年3月14日、古市により、つつじが丘の名称指定は解除された。1971年宮城県図書館の建設に、伴い、龍岡公園の石の一端であった、釈迦堂は、龍岡の高架地寺に移された。この時までの龍岡公園は、現在の龍岡公園北西部の一部分にあたる。 現在の龍岡公園で広場などになっている。中央部は明治時代から戦中にかけて陸軍の不評第四連隊の兵衛があり、戦後の占領期には1956年まで新中軍がその兵衛を接収してキャンプファウラーとして使用していた。その後は東北管区警察学校がここに置かれた。1975年3月に警察学校が多賀城市に移転した。 すると、1977年の仙台市の市政88周年を記念して、1976年から警察学校跡地を公園用地に組み込んで一体的な整備が始められた。この時、龍岡公園と警察学校跡地の境界を南北に走って、両区域を分断していた道路が、指導龍岡公園再線として、龍岡公園の西側に移設された。 現在、龍岡公園内でも、住所や住居表示が異なるのはこの時の拡張の名残である。龍岡公園の整備は1987年まで続けられ、広場や緑地、野外音楽堂、集会所が整備されていった。不評第四連帯の兵営として建築され、警察学校としても使われていた建物はこの時に、ほとんど取り壊されたが、一棟だけが移築され、 これが現在、仙台市歴史民族資料館として使われている。1989年7月28日、龍岡公園は、日本の都市公園100選に選ばれた。2011年4月、東北地方太平洋沖地震後の、頑張ろう東北龍岡の桜にて。この花見イベントは一度は、中止が決まったが、鎮魂の祈りを込め、イベント名称の変更。 節電のための規模縮小、時間短縮などのもとで行われた流、岡公園内には、しだれ桜を中心に、約370本の桜が植えられている。しだれ桜のうち、元独年間に、打鉄名村により植えられた白色や薄紅の一重咲きの、しだれ桜は、仙台しだれ桜とも呼ばれる。また、八重咲きの八重紅しだれは、仙台市長の遠藤洋二が普及に努めた品種で、 子孫樹が平安神宮などにある。伊達家の桜とも言われ、園内に限らず、仙台及びその周辺に多く見られる。この八重部西田でお母とし、ソメイヨシノを父として、宮城県市販学校の坂庭聖一郎が、後輩させて1900年に誕生したのが、仙台ヨシノで、原木が東北大学植物園にある。1997年により、 宮城県芝田農林高等学校の講師、生徒らがバイオテクノロジー技術を用いて増やし、1999年に校内や白石川公園に植樹した。仙台市青葉区の西公園は龍岡公園と共に仙台市中心部における桜の名所でもあるが、西公園はソメイヨシノを主としている。仙台市歴史民族資料館、ありがとうございます。